今回は山梨の氷川高校の練習を訪問しました。これまで夏4回、春1回の甲子園出場実績がある県内屈指の実力校です。2013年夏以来、甲子園からは遠ざかっていますが、山梨学院、東海大甲府、日本航空などの強豪私学がひしめく山梨県の公立の雄として、今年も躍進に期待がかかっています。そんな今年の氷川には、プロのスカウトも注目する大型スラッガーがいました。そして男子部員に混じってプレーする女子選手の存在も。10年ぶりの甲子園出場を目指す氷川の練習模様を紹介していきます。山梨県山梨市に校舎を構え、校舎から自転車で10分ほどの場所に野球部専用グラウンドがあります。山々に囲まれた自然豊かな環境で日々練習を行っています。今年のチームはクリーンナップを中心とした打撃力を持ち味に、勝ち切る野球を目指しています。今年のチームを牽引する三枝幸也主将は三枝監督の長男で、今年は親子2代でチームを牽引します。打線では主に3番、4番に入り、クリーンナップとして支えます。通算6本塁打をマークしており、長打力がある右の主砲としてチームに貢献しています。後藤選手もクリーンナップを打つ強打者で、176センチ、80キロの体格から鋭い打球を放ちます。投手陣では昨年の秋は岩本投手がエースナンバーを背負いました。最速135キロの直球とツーシームが持ち味で、まっすぐで押していける投手を目指しています。法政大で活躍するしのぎ投手を参考にしており、夏までに最速140キロを目標にレベルアップ中です。そして今年の氷川ナインの中でひときわ大柄な選手が五味選手です。182センチ、106キロの体格を持つ五味選手は、プロのスカウトも注目する大型スラッガーです。ここまで通算11本塁打をマークしており、目標は30本塁打を掲げます。ソフトバンクの柳田選手のような豪快なフルスイングを目指しており、取材日の打撃練習でも快音を響かせていました。最後に紹介するのが
チーム唯一の女子選手としてプレーしている赤澤選手です。ポジションはセカンドを守り、シードノックでも男子部員に混じってそつなくプレーしています。赤澤選手について三枝主将も、自分たちがミスした時には指摘もしてくれて、プレーで引っ張ってくれる存在としてチームには欠かせない存在になっています。公式戦に出場することはできませんが、誰よりも負けず嫌いで、持ち味の守備でのプレーでチームを牽引する赤澤選手も今年の氷川の大きな戦力となっています。赤澤選手が中学3年生の頃は、県内に女子硬式野球部を持つ高校はなく、女子野球部のある高校への越境入学も考えていました。それでも家族への負担や大学進学も目標にしていることから、その後の進路の不安もあり、迷っていた時に赤澤選手の話が伝わり、ここでやってみないかと誘ってもらったことが経緯で、氷川高校への入学を決めました。最初の方はついていくのに必死でしたと、男子と同じメニューをこなすことにハードルを感じたと振り返ります。それでも女子だからこれはやんなくてみたいなのが、自分自身あんま好きじゃなくて、受け継ぎやなところがあるので、それ自分女子でもここまでできるってところを私に見せて、そのチーム全体がそういう雰囲気になってくれればいいなって思います。将来の夢は自身の経験から女子野球を広める仕事に就くこと、大学に進学して女子チームでの硬式野球継続も目標です。氷川高校の皆さん、ありがとうございました。今年も躍進に期待です。